アクイレアは、イタリア共和国フリウリベネツィアジュリア州、ウーディネ県にある、人口約3300人の基礎自治体。ローマ時代に建設された古代都市を起源とし、中世初期までは、イタリア北東部の中心都市であった。繁栄を極めた、当時の遺跡は、世界遺産、アクイレアの遺跡地域と壮大主教座制度の、バシリカとして登録されている。 ウーディネ県の南部に位置する。ゴリツヤから南西へ約2 8トル県とウーディネから南南東へ約3 5トル、州とトリエステから西北西へ約3 5トルベネツヤから東北東へ約8 8トルの距離にある。古代都市アクイレエアはアドリア海のほとりに築かれたが、 海岸線が移動したため現在は 5km ほど内陸に入っている。ウーディネ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の語はゴリツや県所属を示す。コムーネにはナティッサ川が流れており、アクイレアの町はその左岸に位置している。ローマ時代の遺跡紀元前181年、アドリア海のほとりに古代ローマの植民都市、 アクイレアが建設された。都市の名は、土地の言葉アカイリスから来ている。アクイレアは、当時のローマ共和国の東北辺境を防衛する要塞であり、イリューリア戦争には、ローマの名優であった、ウェネティ人を守り、カルニニンやイストリア人などの高戦的な民族の侵入を防ぐ、観音としての機能を果たした。実際、アクイレアは、紀元前183年に、 ガリア人たちが定住した場所からさほど離れていない場所に建設されている。アクイレアの植民都市に当初移住してきた3000人の兵士は主にサムニウムの出身であった。彼らとその家族が住民の大半であり、残りは土地のウェネティ人であった。おそらく紀元前173年にはボノニアにつながる道路が開かれた。 紀元前169年には、アクイレアの中東軍を強化するために、1500人以上のラテン人入植者がその家族と共に定住した。紀元前148年には北イタリアを横断する、ポストミア街道が建設され、ゲノラやクレモナ、アルティヌムなどの都市と結ばれた。紀元前132年、アドリア海沿いにリミニとアルティヌムを結ぶ。 ポっぴりや街道が建設されると、アクイレイアの交易活動は、さらに活発化した。軍事的に重要な拠点であったアクイレイアは、同時に交易上の重要な拠点ともなった。アクイレイアでは、ウェネティ人の交易商人によって、バルト海の琥珀の取引も行われている。また、農業、武道栽培の中心地でもあり、また多くのレンガ工場も建てられるようになった。 帝政ローマ期の北イタリア。主要街道と俗州教会が示されている。ポストミア街道の東端がアクイレアである。紀元前89年、アクイレアはムニキピウムとなり、市民はウェリナというトリブスに帰属することになった。キケロの頃には関税教会も撤廃された。初代皇帝アウグストゥスの時代にはイアパイズ人の略奪を受けたが、 その後再建を果たしている。アウグスティスは、紀元前12年から10年のパンノニア戦争中に、この町を訪問している。アウグスティスの娘ユリアと2代皇帝、ティベリウスの息子がこの町で生まれているが、溶接した。紀元7年に、本国大重州ベネツィアエトヒストリアが設置されると、一世紀を通じて、文化と経済は大きく発展し、 第二のローマとまで呼ばれるようになった。アクイレアは、帝国の北東部の都市、ウェルディデナイ向かうユリア・アウグスタ街道の出発点であった。この街道はいくつもの道を枝分かれさせており、ドナウ川沿いの乗り組むに向かう道は、ウィルヌムを経てリーメス沿いのラウリエウムへ、パンノニアに向かう道は、アエモナ、シルミウムへつながっていた。また、アドリア海沿いにタルサティカや、 シスチアに向かう道は、タルゲステやイストリアの沿岸都市を結んでいた。街には、イタリア出身の人々のほかケルト人、イリュリア人、ギリシア人、エジプト人、ユダヤ人、シリア人が暮らし、商業発展に貢献していた。宗教面では、土地の太陽神、ベレヌスを置き換えた、ローマの神殿信仰が大きな支持者を持っていた。ユダヤ人は、 祖先からのユダヤ教の戒立を実践していたが、ユダヤ人のうちから最初のキリスト教徒になった人々も出てきたと考えられている。兵士たちの中にはミトラ教を報じるものもあった。ユダヤ人職人の手がけるガラス工芸品はこの町の特産品となった。この町の輸出品目にはワインもあり、特にブーサイナムが有名である。また、 バルト海との琥珀交易も続いていた。乗り組むで産出される金属はこの町で鍛造されて取引され、油はアフリカ属州からもたらされていた。167年のマルコマンに戦争でアクイレアは激しい攻勢にさらされた。アクイレアの防壁は長い平和の間に弱体化していた。168年、マルクス・アウレリウス帝はアクイレアを 帝国東北部第一の要塞都市として集築し、万族の脅威に備えた。都市は最盛期を迎え、人口は10万人を数えた。238年、最初の軍人皇帝、マクシミヌストラクスに対して、元老院が反旗を翻した際、アクイレアは元老院側に立って戦った。防備を急ぎ固めた、アクイレアの町は、 マクシミヌストラクスが暗殺されるまでの数ヶ月間攻撃に耐え、その堅牢さを証明した。4世紀後半の三奪者、フラウィウス・ウィクトルが描かれたアス。アクイレアの造幣所で鋳造された。ディオクレティアヌス帝の地世、アクイレアには宮殿が建設され、以後の皇帝はしばしば滞在した。アクイレアが造幣所を持ち、 独自の通貨を作るようになったのも、ディオクレティアヌス帝の知性である。コンスタンティヌス一世もこの町に長く滞在し、その知性の重要な出来事のいくつかはこの町で行われた。また、アクイレアは海軍の基地となり、ベネツィアエトヒストリア州の知事の地所であった。四世紀の終わり、アウソニウスは世界で9番目に大きな都市として、 アクイレアを挙げ、ローマ、メディオラヌム、カプアに次いで言及している。重要な都市であるアクイレアは、しばしば争奪の舞台となった。340年、コンスタンティヌス一世の死後に発生した三人、息子たちの争いの中で、アクイレアを奪おうと信仰した長男コンスタンティヌス二世は、三男、コンスタンス一世に敗れ、この町の城壁の下で殺害されている。 コンスタンティヌス一世によってミラノ直令が出され、キリスト教が公認された後、司教テオドーロは最初の教会を設立した。アクイレアの教会は東方地域の布教において拠点としての役割を持つこととなった。アクイレアの司教は首都大司教の核に位置づけられた。八十一年に最初の会議が開かれて以来、この町では数世紀にわたって、 教会会議の舞台となった。401年と408年の二度にわたり、アクイレーアは、西ゴート族のアラリック一世によって包囲された。住民の一部は、セキコに避難した。458年、町は、ン族のアッティラによって破壊された。アクイレーアの市民たちは、付近の小さな集落の住民たちと共にセキコに逃れ、ベネツィアやグラードの町の基礎を築いた。 アッティラによる破壊の後、アクイレアの町は規模を小さくしながらも再建された。553年にアクイレアの大司教は総大司教になる。しかし、568年のランゴバルド人の侵入によって町は放棄された。町は590年にランゴバルド人によって再び破壊された。アクイレアの総大司教パウリヌス一世はグラードに、 逃れ、ビザンチン帝国の保護を受けた。606年、グラードに滞在していたアクイレア総大司教は、ローマと和解した。しかし、これを不服とする人々は、アクイレアで新たに総大司教を選出した。こうして、アクイレア総大司教の座は、本土のアクイレアを拠点とし、ランゴバルド王国の保護を受けるものと、グラードを拠点としラベンナの保護を受けるものの二つに、 分裂する。アクイレア総大司教の分裂は699年まで続くが、総大司教の座所がコルモンスやチビダーレに移転した後もアクイレア総大司教の称号を名乗り続けた。ランゴバルド王国の下アクイレアと周辺地域を統治していたのはチビダーレを拠点とするフリ流リ公であった。774年カール大帝が ランゴバル同王国を征服すると、フランク人のエリックをフリューリ港に封じた。787年、カール大帝はアクイレア総大司教パウリヌス2世を宮廷の文法博士とした。パウリヌスは主にチビダーレで暮らしていた。後継者のマクセンティウスはアクイレアの再建を構想したが、この計画は結局実現することはなかった。 マクセンティウスが壮大司教であった時期、ローマ教皇は、マントバの忍で、アクイレアの壮大司教が、グラードの壮大司教の上位に立つことを認めた。しかし、現実には、アクイレアにとって悪い方向に進んだ。アクイレアの廃墟は、建築資材として絶えず破壊と略奪の対象となった。十世紀には、カロリング町の崩壊に伴い、住民たちは、 マジャール人の侵入に苦しむことになる。11世紀までには、アクイレアの壮大司教の持つ力は大きなものとなり、フリウーリとアクイレアの世俗的な統治権を主張するようになった。神聖ローマ帝国は、壮大司教にこの地域を与え、封建領主とした。もっとも、壮大司教の持つ世俗権力に関しては、在地の貴族たちから絶えず批判され、 攻撃にさらされた。11世紀前半の壮大司教ポッポは、アクイレアの聖堂の再建を行った人物であるが、1027年と1044年に、グラードを攻撃、破壊している。ローマ教皇は、グラードの壮大司教の尊厳を再確認したが、グラードの町が完全に復興することはなかった。グラードの壮大司教座は、1450年に、 ベネツィアに公式に移転する。総大司教座は1238年にウーディネに移った。14世紀、総大司教領は最大となり、その領域はピアーベ川流域からジュリアンアルプス山脈、イストリア北部にまで及んだ。ニュルンベルク年代期に描かれたアクイレア1420年にベネツィアがウーディネを併合し、総大司教座はアクイレアに帰還した。 1445年、ベネツィアとの争いに敗れた総大司教、ロドビコトレビザンは、ベネツィア政府から与えられる年額5 0 0ダカットの、報給と引き換えに、古代から引き継がれてきた世俗の所領を没収された。以後、アクイレア総大司教の座には、ベネツィア人の身がつくことを許された。アクイレア総大司教領は、ベネツィア共和国の一部に取り込まれて、 パトリアデルフリウーリーと呼ばれるようになり、ウーディネに駐在するゼネラルプロベディターあるいは、ルオーガチネンテによって統治されることになった。1751年、壮大司教座は、正式に解体され、代わって、ウーディネとゴリツヤに司教座が置かれた。バシリカ。ありがとうございます。